はい。天ー放送、ツオです。どうも皆さん、お疲れ様でございます。えー、早速行きましょうかね。はい、えー、今日は続きもの、えー、シリーズものの2作目になりますね。えー、求人情報、えー、求人募集広告の見分け方、えー、見抜き方、えー、そういうお話、えー、昨日しましたね。昨日第一部は、えっ、ー、と、皆さんの、あの、多分一番興味のあるところ、お金の話させていただきました。 えまあ給料であったり、昇給商用の話、あとはみなし残業とかのお話ですね、はいえー、そこをさせていただいたんですけども、えー、とちょっとすみません、補足情報としてですね、あの退職金の話が抜けてました、えー、それをですね前置きにさせていただきたいなと思います。えー、お金金の話退職金 えー、退職金ありって書いてあるところ結構ありますよね。えー、退職金共済みたいなところにあの月々をお支払いしている会社さん結構たくさんありますので、えー、そういうところにあのお金を払っている会社さんは、えー、退職金、<laughs> まあ、あの退職金というとあの2年とか3年以上を勤めないと出ないということになるんですけれども、えー、とそれなりにあのまとまった額が出ると思います。えーまあ、これ、額いくらだって聞かれると、その退職金共済の積立金によってですねあの、何年いていくらっていうのが、 もう決まってますので、えー、それはちょっとあの会社さんっていうか、その、共済に聞いてもらえれば、あの何年働いて、掛、え、け、ー、金がいくらで、えっ、ー、と、まあ、いくら出ますっていうのは、パッとあの計算出てくるものでありますので、えー、聞いていただきたい。えー、そしてですね、退職金ありを謳っている会社でもですね、共済に入ってない独自の積立をうちの会社やってるんですよと、これ、怪しいですね。はい。とと思思っていいと思います えー、これですね独自の積み立て財源はどこから出るんだっていう話になってきちゃうので、えー、毎,毎月積み立て金がいくらなのか、えー、例えばですね前僕がいた会社は500円積み立てみたいなそういう会社ありました、えー、500円の積み立てで、えー、と年間6000円になりますよね、えー、年間6000円の退職金の積み立てをしてます、えー、そしたらですね10年いたら6万円ですね、えー、20年いたら12万円、えー、そこの会社はですね、えー、と20万円で頭打ちでそれ以上は積み立てないというシステムをとってたので <laughs> えー、まあまあ,あの何十年行っても20万円以上の退職金は出ないみたいなね、えー、そういう感じあります、えー、でその,あのその会社はかな,かなりブラックだったのでその20万円の中からあのトラックをきれいに元に戻すみたいなそういう何、えー、て言うんですかね現状維持現状回復でトラックを返してくださいっていうのがあの基本原則でありますので、えー、そういうのは整備、えー、と修理とかですねそういう名目で、えー、その退職金からなんかいくらかさっぴいてあのはいみたいな、えー、そういう会社さんもありますので。 でえー、独自積み立ての退職金これはあの注意していただきたいなと思います、えー、ちょっと前置きが長くなりましたね はい。えー、そして今日のは、えっ、ー、と、本題、休日についてお話ししようかなと思いますね。えー、会社の、えっ、ー、と、募集、求人募集広告で、休日の、えっ、ー、と、項目があると思います。えー、休日はですね、まあ、皆さんいつ休みたいか、そして別に休まなくてもいいという人、えー、たくさんいます。まあ、休まなくてもいいから、その分仕事をさせてもらってお金が欲しいとかですね。えー、まあ、逆のパターンの方もいらっしゃると思うんですけれども、読み解き方としては、えー、まあ、日曜、祝日、休みとか書いてあれば、もう、あの、えー、その通りですね。えー、ただ、あの、 えー、月に、えー、と何回かあので出てもらうみたいなそういうパターンもありますしあの会社っていうのはあの出勤日を指定しているところを。時 あの場所、会社さんがあるので、あのその出勤日が日曜日に当たると日曜日の出勤ですよみたいな、あのそういう特殊な会社さんもありますね。これはあの祝日であったり、あの土曜日であったりがあの出勤日になっていれば、そこはあの休日ではなく、あの普通に仕事がありますよっていう解釈なので、そこはあの会社さんにまた面接の時で聞いていただきたいんですけれども、大体まあ、土日休みとか書いてあればわかりやすい。ただですね、わかりづらいのが、週休2日、こう書いてある。こう書いてあるとあの だいたい普通一般の人はですね週休2日かよし土日休みだな毎週土日休みなんだなみたいなえそういうイメージ持ってしまう方いらっしゃるんですけれどもあのそれは間違いですねはいあの週休2日がえと1か月のうちに1回1週でもあれば週休2日制を導入しているとあの書けるわけなんですえなのでえと日曜日しか休みがなくてえ例えばあの仮に月の第3週だけ仕事が薄いので土日が休みとかえそういうパターンでもうちの会社は週休2日ですみたいなこと と言えますはいいここ注意してくださいね、えー、そしてですねあとは完全週休,休2日制うちはもう完全週休,休2日だか,だからこういう会社さんありますね、えー、完全週休,休2日というからにはもう、まあ、あの毎週土日は休みなんだろうとこうあの解釈するわけなんですけども、えー、これも若干間違いです、えー、完全週休,休2日これはですね読み解き方としては、えー、1週間のうちに2日間、えー、休みがあれば、えー、と完全週休,休2日という言い方が成り立ちます、えー、つまりりでですすねあのこれ分かりやすい例えで言うと とあの市場関係の仕事、えー、こういう仕事をされている方はです、ね、完全週休,休2日制、えー、ただです、ね、土日休みではありません。 え、市場っていうのは市場級みたいな、あの、市場の、えっ、ー、と、休みの日、えー、が、あの、指定されてますので、市場っていうのはたいあの、水曜日お休みなんですよ。えー、なので、完全週休,休2日で入っても、あの、土日ではなくて、市場級の水曜日と市場級の日曜日、水日が休みで、完全週休,休2日、えー、こういう感じの会社さんがありますね。まあ、市場関係の荷物を運んでいるトラック屋さんなんかは割とそういう、えー、パターン多いと思いますね。えー、なので、あの、本当に土日休みたいなっていう人はですね、あの、 完全週休休2日、かっこえー、と土日土みみたいなあの、そういう注釈がついていればあの完全に休みだと思いますけれどもあの <laughs> それもですねあの、運送会社の場合はあの実際面接に行ってみるとあこう書いてあるけれどもあの基本的にはあの土曜日は仕事あるからみたいな,なんか普通にあの、当然のように土曜日はあの普通に仕事でしょみたいな平日だしみたいな,なんかそういう会社さんもある,あるんですよ結構。 なんか土日休みって書けば人が集まるみたいな。あのー、それであの土曜日は仕事だけどいいってあの面接で聞かれたらあの断れない方も結構たくさんいますので、まあ、僕なんかはあ土曜日無理っすって言っちゃうんですけど、あのー、なかなかあの断りづらいっていうのもありますし、まあ、土曜日出たら出たであのお金はもちろんつきますよね。そしてその土曜日出た分のお金をあのまるっと全部ひっくるめて給料35万ですみたいなそういう書き方なんですよ。えー、なのであの僕みたいに「あちょっと土曜日出れないんですね。土日休みで来たんですよ」って言うと「いや土曜日 休むとこの給料出ななないいよみたんかそういうんか結構上からもうあのこいついらないみたいな空気出してくる会社さんもあるのでここはですね面接に行く前に電話で予約する時にですね「土日休み」って書いてありますけども「本当に土日お休み」っていう解釈でよろしいんでしょうかねとこういうふうに聞いていただければ向こうがもごもご言い出したら「あこれはちょっと土曜日怪しいぞ」とか「土曜日反論」とかいうパターンもありますし交代で出るとかいうパターンもあるのでどうしても休みを重視する方は ですね、そこはあの面接に行く前の電話予約の段階で、えー、聞いていただければいいかなと。 え、思いますね。完全週休二日制は土日休みではありません。えー、解釈としてはそうなりますね。はい。えー、ちょっと時間大丈夫かなはい。えー、次ですね。会社のセールスポイントを書いてある会社、えー、会社さんありますよね。まあ、大体あの、うちはこんな会社です。えー、まあ、あの、毎回毎回僕があの、言っている、あの <laughs>、何でしょうかね、アットホームな会社 <laughs>。あの、バーベキューとか、あの、社内旅行ありますみたいな。あの、休日は車庫に集まってみんなでバーベキューしてますみたいな。あの、みんなで車庫で肩組んで、あの、イエス みたいな,なんかそういうあの僕たちの仲間に入りませんかみたいなあのそういう写真載っけたりとかねそういうなんかセールスポイント、えー、まあセールスポイントでもなんでもないんですけどねもうかなりのもうあの100ポイントマイナス <laughs>、まあ、100回1000か分かんないですけどそんな会社には絶対行かない、えー、それとですねまあそれはあの今まで僕散々言ってきたんでそういう会社には行かない方がいいという感じなんですけれどもあの <laughs> セールスポイントであの会社さん募集広告で当然のことを歌っている会社さん結構あるんですよ、えー。これをセールスポイントにする意味が分かんないっていうのをですね、セールスポイントにしている会社さん募集広告で、えー、そこはですね、ちょっとあの注意が必要というか、あんまり行かない方がいいんじゃないかなってあの思うんですよ。えー、なんかあの自分の会社のセールスポイントがないので無理くりくっつけたみたいなそういう感じになってます。例えば これは何かというと、あの、有給習得かみたいな、えー、そう書いてある。あの、当然なんですよ。有給習得するのは労働者の義務なので、あの、そんなのカーも不可もないんですよ。あの、全部カーなんですよ。えー、ただ、なんか、あの、有給を取りやすい、あの、風通しのいい会社ですみたいな、あの、そんなこと書いてあると、ああ、なんかちょっと怪しいなっていう匂いが、えっ、ー、と、してきますね。そして、えー、もっとありますよ。 あとはですね、年1回の健康診断あり、会社負担みたいな書いてあるんですよね。あの当然なんですよ。<laughs> で、あの、まあ、夜中走る会社に関しては、年2回の健康診断が義務付けられてます。えー、でも、昼間だけの会社は、年に1回の健康診断が、あの必ずもうあの義務、義務なので、これは。えー、で、もちろん会社負担でやることになっているので、あのこんなことをあのセールスポイントに歌っているような会社は、他に本当にセールスポイントがないんだろうなと、あの、ろくでもない会社なんだろうなと、僕は読みときます。あとはですね、 あの各種保険完備、え当然ですあの <laughs> 会社としてやってるんだったら各種保険完備してるの当然です、えー、そういうこと結構あの歌う会社ありますねあの労災完備とか健康保険完備みたいなねあの当たり前 <laughs> あもう当然のことをですねセールスポイントで出すあの本当に笑っちゃうんですけれどもこういうの結構あ,のあるので,でやっぱりなんかあの枠の中を埋めなきゃいけないみたいなそういうことなのかちょっと分かんないですけどもあの当然のことをあのアピールしてくる。 はいえー、そういう会社さんは注意した方がいいかなと思いますね。あとはですね、仕事の、えー、と内容、えー。仕事の内容は、例えば、まあ、工材関係だったら、えっ、ー、と、製鉄所から積んで、えっ、ー、と、どっかの、えっ、ー、と、問屋さんにおろしますみたいな、えっ、ー、と、仕事の内容が書いてある欄があると思います。そこは、まあ、えっ、ー、と、こういう仕事だなと、まあ、例えば、あの、倉庫からスーパーに看護代謝で納品しますみたいな、えー、そういう仕事の内容を書いてあって、それは、あの、その通りだと思うんですけども、あとその後にですね、やっぱりですね、あの、<laughs> 会社のセールスポイントみたいなので、あの、この仕事、えー、もうとてもやりがいのある仕事ですとかですね、あの、社会に貢献できる素晴らしい仕事ですみたいな、あの、そういう文言が書いてあると、これはちょっと怪しいなと。えー、これはどういうことかというと、読み解き方としては、えっ、ー、と、やりがいを前面に出すということは、あの、ちょっとお金が安いんじゃないかな、あとはブラック労働を敷いてくるんじゃないかな、長時間労働なんじゃないかなっていう解釈なんですよ。えー、なぜなら、えー、仕事っていうのは誰かがやらないことを代わりにやってあげるか、 からこそ大切なお金というものが運賃として支払われるわけで、えー、あのそうそういう仕事というものに関してはどんな仕事であっても世の中にありるあ,るあらゆる仕事はあの感じようと思えばやりがいを感じることが可能なんですよね。まあ当然だと思いますけど皆さんもあの、まあのま当たり前だよねっていう話になると思うんですけれどもあの、えー、福祉とかあの社会貢献とかあのそういう。えーと 社会貢献度が高い仕事、低い仕事、いろんな仕事あるんですけれども、やっぱりやりがいですみたいな、この仕事は最高ですね、やりがいがあってもあの面白いですとか、お客様のありがとうが私のやりがいですみたいな、なんかそういう臭い文言書いてあると、ああ、怪しいなと、安いんだろうなみたいな、この仕事はもう金じゃないんだよと、社会貢献なんだよと、自分の仕事に誇りを持てるんですみたいな、そういう。 いうことあの歌う会社ありますね僕は別にあのやりがいなくてもいいからお金欲しいなと思うタイプなんであのそういう会社は若干敬遠しますねあの違う会社ありますよ確かにあのものすごくあの社会的にあの、えー、すごい貢献しててやりがいもあって素晴らしいそして給料もたくさんくれる会社ないとは言いません、えー、ただですね募集広告に載ってるような運送会社でやりがいを全面に出すのは、えー、なんかあの自分ところの,あの <laughs> 賃金が安いとかブラック労働とか人間関係が余裕 飛んでるっていうのを隠すために、やりがいを前面に出してるんじゃないかなと。あのまあ若干ゲスな勘ぐり的なことをしてしまうわけなんですよね。えー、まあ、あのそんなに外れてないと思いますね。はいまあ、あとはですね。そのやりがいとはまた別にアットホームですね。先ほども言いました。あの車庫でバーベキューやってます。的な。 はい、アットホームっていうのはあの逆に言うと鬱陶しいんですよね絡みつかれて、えー、やっぱりあのドライに仕事をしたいもう仕事は仕事で割り切ってあとはプライベートはプライベートであの自分のコミュニティがあるのでそっちであの、えー、楽しくやりたいっていう人たくさんいると思うのであのプライベートまで踏み込んでくるっていう意味を、えー、意味に解釈してしまいますね僕はねあのすごくアットホームであの面倒見のいい先輩が独り、えー、立ちまで応援しますとかですねあの <laughs> えー、そういうことを言うんですけれども別にあの大丈夫いいいいみたいなあの僕はそういうタイプですで、ね、そういうなんか仲間同士でワイワイやるのが好きな方はそういうあのアットホームであったり、えーまあ、あの車庫でバーベキュー的なあのそういうのに参加するのもいいかもしれませんねあとはなんかあの野球部ありみたいな <laughs> そういうの、えーまあ、強制参加ではないと書いてあってもなんかみんなあの日曜日に集まってんのにあいつだけ来ないみたいな感じになるのも気まずいですしあとはなんかあのフットサルやってますみたいなのとかですねあの、まあ ちょっとアクティブなのから、あの、バーベキューやってます、みたいな。あと、あの、河原でみんなで、あの、なんか遊んでます、みたいな。え、なんか、まあ、いろいろあると思うんですけど、え、休日も、あの、みんなで集まって遊ぶっていうのは、なんか、あの、アットホームを売りにした、あの、非常にうっとうしい。あの、超うっとうしい。で、なんか、あの、そういう会社って、あの、下の名前で呼び合ってたりね。あ、うっとうしいですね。あ、鉄尾くんみたいな。てっちゃんみたいなね。あの、 こないだ会った親父にそう呼ばれると、ああ、気持ち悪ってなりますね。まあ、あの、僕はそういう読み解き方をします。えー、まあ、あの、いろいろあると思うので、ちょっとあの、求人募集の広告で、あの、わからないことがあったら、あの、僕にわかることでよければお答えしたいなと思いますけれども、あの、えー、何事にも例外もありますので、 あの、一応参考までに、こういうこと、えー、こういう傾向がありますよと、えー、そういう感じで、あの、就職活動の一助にしていただければ、あの、嬉しいなと、えー、このように思って、今回の、えっ、ー、と、まあ、一応、二部構成でですね、求人情報、求人募集広告の見抜き方、えー、お話しさせていただきました。えー、以上になります。えー、どうもありがとうございました。えー、では皆さん、ごきげんよう。